み無料動画講座です。今日はですね、サムパームについて説明をしたいと思います。声の隠し方いろいろあるんですけども、親指ここで挟んで隠します。このことをサムパームと言います。持ってないように見えないといけないので、自然だけの形になるように気をつけてください。もちろん右手でも左手でもできると、使いようと広がります。これもいきます。やっぱり自然な手になるように練習してください。やっぱり練習するときはですね、持った状態でなんか日常生活を過ごすというか、普通にこう持っていて、なんかちょっと動いてみる、動かしてみる、なんか普通のことをこうしてみるみたいな、この状態でいつもパームしている状態。何も持てないような状態に見えて、突然コインが現れたらコインの出現ということになりますので、サムパームちょっと練習してみてください。